デジタルデータストレージはデジタルオーディオテープ技術を利用した大容量補助記憶装置。DDS ドライブカートリッジは2000回のパスあるいは100回のフルバックアップで廃棄する必要がある。ドライブ本体は正常動作のため定期的な清掃が必要であり、対応年数はおよそ10年。DDS ドライブは VTR デッキやダットデッキと 同じく回転式ヘッドを使用してデータを記録する。回転式ヘッドには2つの記録ヘッドと2つの読み取りヘッドがあり、読み取りヘッドはそれぞれでデータを確認する。エラーが存在した場合記録ヘッドで訂正を行う。2016年11月現在、DDS ドライブ及び DDS の各種ブランクメディアの製造、販売はすでに終了しており、 後継とみなされたダットエースジェンは発売されず、開発者団体であったダットマニファクチャラーズグループは消失している。DDS-1、ダットカセット1989年にソニーとヒューレットパッカードがダットテープを使用してデータ保存を行う規格を定義した。当初策定された規格、DDS-1 では 3.8mm 幅のテープを用いるため、 ダットのテープカートリッジとの互換性を持っていた。テープ長は60メートルのものと90メートルのものが用意され、60メートル長のテープに冷圧縮1、3GB、圧縮時 2.6GB、90メートル長テープに、冷圧縮 2GB、圧縮時 4GB の記録が行うことができた。1996年に策定された DDS-3 では、 高密度記録で使用される信号処理方式である PRML という記録方式が採用され、これによって微弱な信号を正確に処理することができるようになるためデータ記録密度を高めることができるようになった。2003年にヒューレット・パッカードとサータンスによって開発された DAT72 を経て2007年に策定された DAT160 より、 テープの幅が 3.8mm から 8mm となり、それに伴いカートリッジ圧も変更となった。2007年時点で2010年第8世代までのロードマップが示されており、一歩のあたりの容量は第7世代で 150G 程度、第8世代で 300G 程度まで拡張される予定となっていた。その後2008年8月には HP とソニーにより、 ダット320の共同開発が発表され、2009年12月にはドライブテープの発売が開始された。最終企画は2012年に発表されたダットエースジェンであり、非圧縮時 300GB、圧縮時 600GB もの記録ができるとされたが、製品化には至らず、開発団体は解散している。このように DDS の規格は拡張が加え続けられているが、 例えば DAT72 企画のドライブは DAT72、DDS4、DDS3 の各メディアを読み書きできるように、いずれの世代でも2世代前の企画を読み書きできることを謳っている。ありがとうございます。